Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! でも俺、イブラヒムさんのイブニーのさ、コール見たんだよな、動画で。ちやばかった、マジで。よいしょ。いいんじゃね？イブニー、イブニークリプトのさ、誰がハブレクジを引くんだろうな。やばかった、マジで。イブラヒモさん。はい、というわけでこちら。イブラヒモの兄貴。ゼフステーションは、ナルフェナルチームということでね、右上15番のチームが入った場所となります。はい。なんかもう本当になんかね、上空から全て指示してたんだよね。ごめん、人間しかカウントしなかったわ。ヒノノさんこっち行ける？カウントしなかった。で、ハセシンさんこっち行けるみたいな。ヒノノさん、ハセシンさん動かしまくって、こういうことはもう言わない方がいい。やばいやつ見たんだよな。好きなチームにしてくださいね。次が高円寺フィッシングクラブの先輩。これこっちの上の洞窟いるからね。これ巻いてるね。これドアが、ぶっ壊しといたら鬱陶しいから、それ。ざけんな。イライラしてたんだよね、普通に。いや、ドローンで壊されるんじゃん、そもそも。どっちにしろ外から開けられる。うわさん、やばいな、過激だな。海軍側の洞窟どっちも見とくから。俺内側見てるよ。ちょっと待って、バルちゃん来たら。そんなことある？スキムファイトはしたくないかな。イライラしてたからドア壊すなんてあるか。こっち側ね、イブとかイブがいる方ね。ふわさんめっちゃ優しそうな、優しそうなのに意外で面白いな、それ。僕のやつと。そこずっと見てくる。やばすぎるでしょ。なんか出してね。ちょっと待って、つぶやいちゃった。言うて周り集まってき始めてはいる。ここになる可能性。初めて聞いたですね。縦横無尽な車線とはさせていただいてます。はい、いけるかな、これ下。いけた、いけた。いけたっぽいよ。ここ答えのやつ、ここ答えでいいと思う。これさ、ドローン回して今のスルーされるんだ。でもその近く一応いたんよな。あ、ダメだ、こっち置いて、こっち置いて。誰も今ツッコミ入れないのやばいな。いや、ちょっとフワさんやめ、マジでツボになんだんだよ。ツボ入っちゃうんだよな。面白い。は？なんだこれ。フワさん、おもろいな。やばい、シーラがえぐい。どうした、死んだ？なんだこれ。上のシーラがえぐい。あ、上のシーラが、これ音やばいなと思って。いつものことなんですね。前よかった。ナイス？いや、本当やった。あんまりじゃない？ない。あ、それ。There's an invisible wall right here? Do you see this shit?Come. Wait, is there? There's a guy right here! What the fuck? Oh my god! What? There's an invisible wall right here! I'm fucking dead! Fuck. No, no. What the fuck? そう、裏切りアンチはこうなるんですよ。だからバル強いんです、これ。裏切りアンチの時これがあるんでバルが強いんですよ、本当に。そう、みんな今瀬戸だと思ってたじゃないですか。僕も多分瀬戸読みでやるんですよ。で、外れたらこうなるんで。バルの強み出たな、これ、ちゃんと。いいなぁ。今もよかったなぁ。1あるよ。今、ちゃんとローレンさん気づいてよかったなぁ。俺もなんかいなさそうだなと思ったんですよ、一瞬。ちゃんと言語化して言ってくれたのがでかかった。いたら、いたときちょっと絶望感あるから、なかなか言えないんですけどね、本当は。よく言えたな、今の。やべ、出せねえ。ここが僕だね。あ、俺邪魔？そう、バンガだったら今のでもう終わりだったんですよ。瀬戸に巻き込まれて終わり、これ。この収縮。瀬戸の大半のパーティーに、パーティーと、5パーティーぐらいと、さっき言った、どつき合って終わりになっちゃう。下入れたくないよな、どちらかというと。あ、これ坂道って坂道。いや、ローレンさん、目多分めっちゃついてるな。痛くはなんないかな。コントローラーの時やばかったけど。結局マウス握ってるしな。仕事やらなんやらね。この距離難しいよな、ボルト。この距離逆にキーマウでワンマができるようになったらもう勝ちか。なんか来てね。なんかハセシンさん来てね。ういー。
や、もうやれないよ、でも俺ハゼシンさん、俺もうやれないよ、さすがに。もう今ベーランだよ、ベーラン。俺もう、でも、もういい、俺は止まれないぜ、やれって言われた俺は。オッケー、帰ります、大人なんで。熱い音が、おぉ、よかったー、フワさん、よかったー。今、口が、やばい、今、口開けたら完全に、あーってなってた、今。よかったー、よかった、大人になってくれて、今、一瞬。これ、ワンチャンアサリいけるか見て。フワさん、フワさん、ギャップがめっちゃすごいんだよな、いい意味でも、悪い意味でも、いい意味か。中盤めっちゃカバーしてあげるといいかなって感じかな。落ち着いてかっこいいんですよね。序盤結構ふわふわしてるから面白くて見てて。いや面白いな。あ、行ってる。スティームとしていいっすね。ちょっと内側も注意。オッケー、車線回避を入れろ。もうちょい時間出していいぞ、今ここで。後ろはカットできたんだよね。今だけは出していい。マジで。いや、まだここが注意。人生打ちまくっていいぞ。189赤点。前2人で見て、前2人で見て。俺後ろ見とくから。待って、140。ローレンさん。ローレンさん、ローレンさん、ローレンさん、これやるべきじゃないか。ナイスナさんだ。ローレンさん、真面目な時終盤とかめっちゃ、まあ、真面目、どのシーンも真面目なんですけど。ブレイブレイブレイ、アクサ誕生。はい、それあるから無理。車線取るか気をつけてね。でも終盤めっちゃそのフェンスとかパイロンシーン真面目なんですよ、すごい。まあ常に真面目なんですけど、特に終盤真面目で、そことのギャップがすごい面白くて。そうだね。ショットの写真があれなんだよな。ローレンさんもすごいんですよね、面白いんですよね。周りのアーディルコーディルだな。イブラヒムさんが冷静に対処していくみたいな感じ。カント、エナジーさん、ミゲペプス。Are you next, Mike? Evan?And 10. Just go run after the juicer now. What are you? Come. I'm just gonna go open. Talking 4. You can go get that and then just come back, take a console, and then we're good. I can hit it now if you want. If he has a smoke, yeah. Oh, what's happening? Yeah, smoke it. I just had the ult tab bug. Just go get the Eva, Evan. Smoking that thing? Yeah. Get in. We need to go see this, I know. Unless we just fight them. Fighting them is.Pretty okay, I think, though. Mm-hmm. Nah, we should go see this side. Good zone for us. There's team barrier fence. What? Oh, I'm dead. Oops, okay, nice. Come out. Bro. Are you? Trying to talk you down, trying to talk you, trying to talk you. I'm good. I'm banning here. Yeah, okay. Trying to shoot this team for you. You should be able to make it out back, man. Yeah. Teto にない時は Kasuke にある確率が高いんすか、これ。いや。そんなことないよ、そんなことないよ。そんなこと、そんなこと、そんなことこと。ことこと。コーチの1音目で判断するのやめろ。あれ。いや、でやめろ判断するの。やばいな、良すぎたな。あんな見せられたらエフェクスやりたくなってくんだよな。噛み合いすぎた。泣きそうになってる今ちょっと。いやおもろいなマジで。いいな。ほんとね、ちょっと感情高ぶってきてめっちゃ良かったですね。はい、ちょっと世界大会のドラフトあるんで、僕ら世界大会のドラフトをその全体の3巡目にその選べるんで、いいランドマーク。ちょっとね、はい、ちょっといいもん見れたんで、僕もいいとこ取ってきます、ちゃんと。はい、世界大会向けて。いや、マジで良かったなぁ。後で見返そう。いや、めっちゃ良かった。はぁ、よし、じゃあ終わります。皆さん俺らの周りがローレン色アスチームがこれカスケか、カスケで星川サラチームはどういうチーム、星川サラ樋口楓、はい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 、影助君か周り、え待って、上にパカエルチーム、落ち着いてください、強いチームとか関係ないですよ、まあ、でもパカエルチームは当たりにくい、パカエルチームは終わりだ、終わりじゃねえ、俺らの周りのチーム右上が全員終わったな、ローレンチームとかは俺らの周りのチーム全員終わっちまったな、相手を心配してただけっすね。でもさ、ローレンのところさ、アサリマジ広いから
多分、うん、孤立を狩るのはこっちで向こうじゃないと思うんだよな。こっちは孤立しづらいからな、はい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 、あの場所の形的に。アルソク巻いちゃうね、俺ウルト。僕ウルトたまんないもん。44回。俺ウルトアルソクってある。カナさん俺。右のやつ次第。アルソク欲しい。じゃあ、次僕の足元に置いてくる。危ない、こっち。ビヨーン。え、なにこれ。すげえ、めっちゃおしゃれなんだよ。オレイさんはフィジカルが強くて、その勝負感が強いんで、上だったらこれ勝負感が本当に強くて、その前出れるっていう、結構その転生的な才能があるんですよ。オッケー、ドローン飛んでるよ。ちなみにメンタル的にも勝負勝負師として僕逆なんですよね。結構日和がちなんで、なんでチームに一人は絶対いるんですよ。俺詰めてる。ただその全体的にね、なんだろう、行き過ぎた時にそのストップかける人が絶対必要で、そこだけなんですよね。でもめっちゃいいんですよ、動きとしては。これ全然悪くはないですよね。あそこ結構やってるな、キル狙いに行くとかって。絶対誰かやんないといけないんで、チームパイロンまだ出してないのか。一回も出してない。まあでもよかったかも。うちのチームで言ったらそれがガルシアだったりするんで、あ、ここまたなんか競技でも絶対チームに誰かいるんですよ、そういうアタッカーというか勝負師というか。なんかあえてこのチームではそれがロレンさんだけです。あ、治療いただこうか。こうかいいで、ランパートだね。フワさんがマジで中距離うまいよな。フワさんいいな。じゃあ今回岩上見るからね。マジでいいな、中距離これなんだよな。フワさん中距離うめえんだよ、本当に。いいんだこれが。これを見たい俺は。そこまで広がってるわけ。これをもっと見たい。やめたの。こういうシーンをもっと作りたいんだよな。ふわさんが中距離安心して打てる状況みたいな。あの裏の岩上やめたわ。ふわさんええな、やっぱローレンさんも中距離うまいし。降りて。この構成は中距離いかに黙らあれ分からせるかが大事だからね。この二人マジで相性いいんだよな。見る下に二人いる。でこれ次移動その岩場から。いいぞいいぞ。見るそのやめれたワン。てか、どうする？取りに行けるそれ。ほんまいい。格殺でいいよ。ありがとうございます。いや、もう下してちょっと。気はないから。一人、もう一人だったよ、もう一人。もう何も言うことないっす。もう一人クソロ、もう一人クソロ。完璧や。やったやった、もうワンダン。これはかっきりいける。これはかっきりいける。いやいやいや、ありがとうございます。この右のあれの裏。これを乗り越えれたら、本番。俺らで固定、固定組みます？固定組みます。結局、次からはどうするって話になったんだ、これ。まあ対田さん的にはこのままで最終を何回か経験して、うん、その絶対こっちと、ね、いやここ渡したくないなになった時にどっちの判断とかどの判断に従うというか、クリプトが、まあ、憲法だね。俺が法律だけど。あ、なるほどね。一旦は、うん、OK っす。一旦それでいきましょうか。 OK っす。家だよねそれ。うん、家起こされるか。起こされる、起こされる、絶対起こされる。オッケー、私リブト、私リブトあるからね。はい。カスがなんか近く